どうも、2019年大変お世話になりました速稼塾の久保でございます。この度はね、メッセージまでいただきましてありがとうございました。この動画一般公開にしますので、ちょっとお名前の方はね、出さない方がいいかなと思いますので、お名前出さずに、A さんとね、お呼びさせていただきます。 A さん、そして、M 子さんですよね女性の方ですんでね。で、今回動画を送っていきまして本当にね、ありがとうございます。この動画ね、結構あれですね、かっこいいですね。つい見入ってしまいました。限定公開なのがもったいないので、そのうちね、一般公開して、このお店の紹介ができればなと思います。そしてですね、このインターネットの奇跡といいますか、私は日本広島にいるんですけども、今ね、M 子さんは、ミャンマーの方、タイの方にいらっしゃるんですね。すごいですね、この距離を行く年来る年できるっていうのは。タイは確か7時間くらい時差があるんでしたっけ、何でしたっけ、ないんでしたっけね、ちょっとすいません、7時間の飛行機の時間か、1時間ぐらいでしたけど、時差ね、ほとんど同じような感覚で年明けを迎えることになるのかなと思います。まあ、いろいろとね、申し上げたいことはあるんですけども、今回はですね、2つぐらい申し上げましょうか。私はね、やっぱり正直に生きていくことが最強だと思うんですよ。いいことも悪いことも、好きなことも嫌いなことも正直に生きていくと。隠せば隠すほど次の言葉が出にくくなるのと、やっぱりね、言い訳がましくなっちゃうんですよね。ですから、その瞬間感じた本当のことをお話していきたいなと思いますし、確かにね、昨日まで考えたことと違うじゃないかって言ったら、それは考えが変わったんだと、その分成長したんだと思っていただくということで、これからもね、まあ、でも一定の責任を持ちながら発信はしていきたいと思うんですよ。それで2つ目の言うことですけども、来年と言いますかね、2020年は私もね、 FX と YouTube にかなり力を込めていこうかと思います。まあ、その他にプラスアルファで、おまけのようにね、付属品として儲かるだけの方法もやっていきたいと思いますし、その中で、一定の検証したものを皆さんにもね、お話していこうかと思いますけども、やっぱりね、こう、あくまでこれね、おまけなんですよね、この儲かる方法とか儲かるノウハウっていうの。もう何が大事かっていうと、自分が儲けれる人間になるのが先なんですよね。で、そのこともこれからもね、伝えていって、何かの儲かるノウハウに依存しないようにとかね、油断しないようにとか、いつも絶対はないってことを自分に言い聞かして、本当にね、自分の人生は自分でこう構築していくものだと。誰かに乗っかってとか、誰かのおかげでっていうのもありますけども、やっぱり自分自身で隅から隅まで作っていくものかなと思いますよね。まあ、M子さんの方はその辺がね、かなりされてるのかなと思いまして、私もね、いろいろと学んでいきたいなと思います。さあ、それではですね、2020年もこの速稼塾久保哲夫とともに、いろんなことをね、考えていきたい、言っていただければ幸いでございます。それでは、良いお年をお迎えください。メッセージありがとうございました。